天才ピアニストの深夜おでん。あるけど。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。農家になるならやっぱりナスビ農家。天才ピアニストの竹内です。農家。はい。農家になる。まあまあ農家って結構野菜やったらちょっと何種類かやったりはしますけど。はいはいはい。家事もあるで、家事もあるで。家事もあるで。農家になるなら何がいいかな。米。うわー、あなたはまた過酷な、まあ結局過酷やねんけどな。米ですか。そうやな、結局やっぱり一番口にする、はい、で言ったらっていうのと、ほんままあどの植物もそうやと思うけど、うん、はい、ほんまにちょっとの肥料とか水のやり方とかで、はい、もうもちもち度とかもさ、めっちゃ変わるやんか、はい、品種とかね、うん、ただやっぱまあどれもそうなんですけど、うん、米とかはやっぱり災害とかの影響をもろに受けて、うん、はいはいはい、その1年間でのこのね稲作が一気にあかんなるとかもあるからね、うん、まあ農家全体そうなんですけど、まあそうやな、まあ、回転早いものやったら葉物、うん、あの葉っぱ系やったらね、うん、一回ダメになってももう一回できるんかとか、ビニールハウス栽培とか、はいはいはい、もうちょっとまあリスク回避というかね、うん、まあ葉っぱ系もいいんですけどね。農家の農家であれできんで、なんかリポーター来たらよかった、生で食べてください生でかじってくださいっていうの甘いさせられんで、ナスビやったらな、うわこれ、ね、割ったらね水が出てくるんですよっていうのができるからね。だいたい水出るやろ、水ナスが、水ナスがやりたいな、この水水ナスか、あの、カモナス、あの、まんまら、はい、はいはいはい。で、伝統野菜で、あれ単価高いですから、うん。他のナスよりも。で、ちょっとその、あれはほんまに、はい。その野菜系とかは、はい。その場で生で食べても OK な、基本的に。OK です。美味しいかどうか別としてね。その、ものによっては、その、うん、ほんまに生で食べても美味しいやつとかももちろんあると思うんですけど。なんかさ、まあ、アク抜きせなあかん野菜とかも結構多いやんか。ああ、はあ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 。でもその場で結構生で食べてみてくださいみたいなノリがあるやん。まあ、あの量やったら大丈夫っていう話かもしれませんね。なるほどね。うん。一口。そう。でも生で、まあだからほんまに美味しいやつやったらやっぱり美味しいじゃないですか、生で食べて。うんうん、それを知っていただきたいっていうことなんでしょうけどね。どうかな、でもトマトもいいけどな、やっぱ。花あるやん、ちょっと。はい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 。うん。もぎがいあるよな。そう。ほんでやっぱこのずらーっとビニールハウスの中でこうトマト結構今豊作ですみたいなタイミングはやっぱ、ほんでちょっとこの農家さんやからさ、あの、あ、ちょっとおいでって言ってさ、うん、お気に入りの子を呼んで一個食べていいよって言う。何それじゃあの、あれさ、やっぱさ、あれ鼻パンパン案件じゃないか、うん、これ一個取って食べていいよっていう。あれ、アルバイトみたいな人に、やっぱまあアルバイトとか、例えば近所に子供が住んでたら、ああ、はい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 、って言って、なんかそういうとか、テレビのリポーターさん来たら、なんか私もやらせてもらったことない、うん、一個どれか取って食べていいですよ、好きな食べてくださいっていう。あ、いちごもええな。いちごもいい。いちごも、まあ、まあ、でも大変やろけど、やな、トマトとかいちごは花形やね、多分花形やし、うん、やっぱ腰痛いから米きついか。米は確かにね、まあ機械って言ってしまえばな、そうなんやけど、農家さんとなると、あの、あれだと思いますけどね、うん、コンバインだと思いますけどね、うん、まあでも収穫ってなると、まあ気になってるものは気になってるものでまた違う首とか言わせたりするんだけどな。ブドウとか桃とかやばいと思うね、この袋掛け、うん、はしご登ってるとはいえな、うん、ただあれも結構花形ですよね、やっぱ、うん、フルーツ系は。そうやな、うん、果物は結構上向かないか、イチジクとかちょうどこうできるやつないの、こうイチジクぐらいですね、こうイチジクは木、イチジク木です。イチジクとかもいいし、まあ柿とかもええけどな、この出荷するときにこう、うん、キウイとかってどうなってんの。キウイは普通に木になってるんじゃないですかね。キウイとかいいな。キウイな？うん。ああ。あんまりこの辺では やってない。キウイとか。ああ、あるけど。ちょっと珍しいのかな？うん。はい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 。まあ、あったかいとことかいかないんかな。この地域で唯一のとか言って。うん。ああ、いいかもしれませんね。ブルーベリーとかもね。はい。ブルーベリーはそんなに木が高くないから。あ、なるほどね。ちょっとマシかもしれない。こう、コーナー変かも。
ブルーベリー狩りとかあるよな、たまに。あれどこやったかな。ブルーベリー収穫大変そうやな、でも。いやー、大変やろな。粒も多いし、うん、潰れそうやん。もうあなたのネイルやったらこれ、もうブルーベリーに刺さってしまうよ。刺さって紫ネイルになる一瞬で。そうやな。そうか、そうやな。確かに。ブルーベリー、繊細。だ、そうやな。果物系はだいぶ扱いが、うん、難しいな。繊細やな。農家さんはでもどのジャンルにしても、うん、大変ですね。やっぱ生活がね、うん、成り立つまでに成長するってなったら、はい、よっぽどうまくいかないと無理やもんな。こそうです。1個2個キーができたからってさ、はい、ああもう全然全然やもんな。お庭やないねんからっていう話。もうぶわーっといけて、うん、どっかに仕入れて、はい、やっと成立できるもんな。そうですね。なおかつやっぱりお漬物とか、うん、そういうちょっと加工品にするともうちょっと値段が上がるじゃないですか。はいはいはい。だからガポガポ儲けるってなったら、なかなか。なかなか大変なんか。大変だと思います。なんかめっちゃ儲けようなんていうことはあんま考えてない。いや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 、そんなことないと思いますよ。めっちゃ儲けようだと思う。めっちゃ儲けようか。めっちゃ儲けよう。もちろんビジネスですからね。うん。ほんで、それでやっぱり家族を食うていくっていう。だからさ、なんか、ラジオのお便りでもあったけどさ、うん、継ぐとかっていう。はい、はいはいはい。大変そうやな。うわぁ、家族で。うん。嫁ぐスタイルな。うん。え、ますみさんは、まあ、そっか、芸人やから。芸人じゃないとして、看護師続けてたとして、うん、めっちゃ好きになった人が、うん、農家さんとか、うん。あったでしょ、ラジオの。あったあったあった。で、告げへんから別れした、みたいな、うん。これ、それは無理やんね、私は多分。いや、いけるんかな。教員やってたら。いや、無理かー。無理やな。教員やりながら、畑やってる人おったけど、畑レベルやったかな、うん。そうやろ。だって、あんなんフルタイムやもん。農家なんか。土日だけやるとか、お許してくれる。はい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 。いやいやいや、ますみさん。だから、うちに嫁いだらもう全部生きていただかないと困りますって言われたとする。その代わりね、ご飯ももううちで。ね。いやー、ま、ずきついかな。きついな。大変やな、そう考えたら。やっぱりそれちゃんと嫁いでやる。なんかでもその、ま、それはね、代々家族がやってきた大事な農家で、うん、はい、畑で、はい、っていうのはわかるけど、うん、この私自体自身を大事にしてくれてないやんって思っちゃうかも。はいはいはい。だからそのマスミが全然違うこと やりたいことが強烈にある場合はな。そう、まあ看護師しててとかでそこそこの役職やって、はい、私がもう進んでもちろんっていう感じじゃないのに、うんうん、強要してくるようなようならね、親であれば、うん、いやいやいや、確かにな、私も大事にしてほしいなっていう。はい。でもそれでやっぱ一丁やったろかってなる人もおるわけやからな。それすごいよな。ああ、すごいです。だから旅館とかもな。うん。嫁ぐイコール。おかみさんとして。うん。今夜もグッジョブでありましたけれども。はい、NHK の大好評ラジオ。まあ。特番に次ぐ特番で。特番でよ、ほんまに。レギュラー化なるか。なるかと言われている。言われている。あのラジオ、今夜もグッジョブでもありましたけども。だから自分が就職してなかった場合どうするかっていうところやな。私はでも農家やったらその自分が就職してなかったらちょっとあったんかもしれへんなと思います、ね、うん、あるんちゃう、うん、その予備知識というか基礎知識があるから、うん、そうやね。まず農業が好きやしな、うん、全然あったと思いますけど、その言ったら教員とかがっつり仕事やっちゃってて、うん、それ辞めて入らなあかんってなったらちょっと、あ、待って、そうやな、やりたい仕事があるんだって。就職してなかっただとしても私はちょっときついかな。でも今夜もうグッジョブでそんなん聞いてみてもいいかもしれんな。嫁いで農家になった人、うん、めっちゃそれ知りたいな。うん、最初結構おりそうやけどなと思います。とか嫁いでとかじゃないけどさ、普通にもともとおのおのが、ご主人も奥さんも仕事してて、うん、普通に農家とか全く関係ないところの仕事してて出会って結婚して、はい、で田舎暮らしがしたいみたいなことで、うん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 、もう東京の会社辞めて、うん、企業や、二人で和歌山行って、うん、はい、ファーム始めましたみたいな。なんで和歌山なんですか？
なんか沖縄ってちょっとあるあるすぎるかと思って。いや沖縄はなんか、あるある、その畑とか農家っていうよりちょっとこの海の仕事とかが多いなっていう、はいはいはい、ね、ちょっと観光的なこととかね、そう和歌山とかそういうみかん農家みかん農家とかさ、うん、確かにご夫婦で一からやるっていうパターンもあるわな。あれもすごいよな、一致団結できるっていうのが、いやバリすごいでほんまに。せやな、えらいなって、うん、古民家暮らしみたいな、うん、そうですよ、農業ってそれ相当迷うな。そのやり口の中で一番大変ちゃう、うん、まだカフェとかさ、はいはいはい、の方がなんか居酒屋とかの方がマシな気するな、うん、農家っていうのはそのノウハウを学んだところで、うん、やってできるもんじゃない気がすんねん、うん、土地との相性もあるしな、うん、うん、で全部やらなかんからな、そうこの、 あの経理的なこととか経営的なこととか、今日なんかしんどいで無理やんな行くぞ畑って言って連れて行かないで、ここを持って畑に出るぞ収穫せなあかん今日今日中に行くけどできん、え行くけどできん畑で棒立ちは絶対にあかんで、畑には行くけどもうできないし私はもう動けないし、ほんでもう 水飲みやからもう水いっぱい持っていて、ごく早い水分休憩はとか言って1個収穫して畑にやるぐらいならもうすぐにやれ、いや畑にやれって言われかなり体力、白黒白黒やんな、今赤黒赤黒やけど怖い、メーカー充血、体力勝負ですからね、ほんまに農家さんは尊敬するわ、ほんまにすごいわ、マジですごい、うん、あれ外での仕事って基本的になどの仕事も、あそうですね、大変なこと多い、工事現場の方とかもめっちゃすごいな、うん、体力、っていうか朝早いね、ほんであの人ら、なんかさもう私らが仕事行くときに1回目の休憩入ってるんだみたいな、うん、朝早いっていうパターンもあるし、うん、夜中スタートもあるから、ね、あそうやな、そっちパターンもあるな、ほんまに今夜もグッジョブで読んで片っ端から話を聞きたいと思います、グッジョブ、チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう？どう？